北九州市の小倉北区役所に設けられた投票所では、朝から訪れた人が早速一票を投じていました。コロナでね、ちょっと無景気になってったし、みんな生活に困ってる人が多いからね、市民のためにいっぱい活躍してくれる人が。福岡県議選は44選挙区で87人の定員に対して126人が立候補し、このうち14選挙区の21人は無投票で当選が決まりました。一方、福岡市では福岡市議会議員選挙も同時に実施され、62人の定員に対して97人が立候補しています。期日前投票は一部を除いて今月8日まで実施されます。